3、2、3、いきます。3、4、全力でいきます。これでどうです？今です。飛燕高波山、覚悟してください。そうですね。いえ、はい、ええ。それは許せません。なぜ？え？困りましたね。感謝します。やりましょう。そうですね。そんな、なるほど、ここから学びます。お受け取りください。さすがですね。わかりました。お見事です。助かりました。見習わなくては。孫悟のために。失礼します。あの、両毛殿、修善殿、殿、敵将、私が討ち取りました。私こそ真の三国無双ですね。私の実力はこの程度だったのか。こんなところで負けられませんからね。私の夢はまだ。まさかここで仕掛けられるなんて。おや、どうかしましたか？そのような攻めでは動じませんよ。こんな形で引くことになるなんて。なあ、私はこんなところで終わるわけには。この地は陸白元が制圧しました。さあ、総仕上げにかかりましょう。死守してください。この地は我が軍の生命線です。なるほど、この戦打つべきは誰か見えましたね。すでに交戦している部隊がありますね。合流し敵を圧倒しましょう。敵地攻略に向かいます。皆私に続いてください。ここで待機しましょう。行きましょう。敵の布陣を切り崩すのです。ここは防備が手薄になっていますね。私たちでここを守りましょう。一度下がりましょう。補給を受け体勢を立て直します。この成功に慢心せずに行きたいものです。この地は絶対に渡しませんよ。ここは私の持ち場です。やすやすと通すことはできません。私の策をお見せしましょう。敵もなかなか強いようですね。行きましょう。炎のごとく攻めるのです。一歩も引いてはなりません。勝利のため今はここを死守します。敵陣を吸収します。いざ突撃開始。押されていますね。援軍が欲しいところですが。すごい、あなたこそ真の三国無双です。お見事です。私も見習わなければ。すみません、私が不甲斐ないばかりに。援軍感謝します。あなたこそ真の三国無双ですね。よくやってくれました。
戦していました。あなたの援護感謝します。さすがです。真の三国無双は両毛殿の他にいません。素晴らしい働きですね、両毛殿。私としたことがお恥ずかしい。来ていただけて助かりました、両毛殿。聞いて驚かないでください、修善殿。あなたが真の三国無双ですよ、修善殿。燃えるような活躍ですね。私の闘争心にも火がつきそうです。修善殿がいればここは乗り切れます。我らで敵を燃やし尽くしましょう。この陸白猿がお相手します。一人ですか、随分と自信があるのですね。次にお会いした時はこうはいきませんよ。私の願いはまだ。少しよろしいでしょうか、お力添えいただきたいことがあるのです。あなたに頼みたいことがあります。聞いてもらえますか、引き受けていただけますか。ご助力ありがとうございます。引き受けてくれるのですね、良い知らせを待っています。無理を言って申し訳ありません。この件はお忘れください。そうですか、都合もあるでしょうし、やむを得ませんね。すみません、力を貸していただけませんか。そこの方、私の願いを聞き届けてはもらえませんか。そのお力に感謝します。どうかこちらをお納めください。あなたに任せて正解でした。お礼にこれを受け取ってください。先達の皆さんから学べることは数えきれません。弱敗の私にはその知識と経験こそ肝心です。それらを習得するためにも日々勉強あるのみです。今日は私と一緒に初見などどうですか。先人の英知には学ぶべきことが多くあります。二人で古きを訪ね新しきを知りましょう。今日はあなたの話を聞かせてくれませんか。これまでの歩み、見聞、何でも構いません。きっと私にとってとても勉強になるはずです。あの、よかったら今日は私の話を聞いてください。教訓とか勉強になるような話はありません。ただあなたに私のことを知ってもらいたいんです。今さらですが、あなたの活躍は見事なものですね。座学よりもあなたを見ている方が勉強になる。いずれあなたの伝を書くのも面白そうです。困りましたね、初見も何も手につきません。他のどんなことより目の前のあなたを知りたい。今の私はそれしか頭にありませんよ。失礼します、失礼します。お受け取りください、お受け取りください。あのそうですね、そうですね。はい。
そうですね。はい。孫悟のために。なるほど。やりましょう。やりましょう。孫悟のために。はい。ええ。困りましたね。